された注目されて、それが解放されたという、そのですね、フィールドがなんとか80年代ぐらいですね、これが出てきて、で90年代にこのフィールドを持ってるぞっていうようなこれをですね、発表した。そして大戦提唱が巻き起こって、日本でもいろいろ提唱が紹介されて、大変なことになったと思いますよね。僕は宇宙人解放フィールドっていうのが出てきたときに、レポーターでロスに行ったんです。ロスに行って、あれが1947年ぐらいに、撮られたとされてるフィルムなんだけど、1947何年代に軍のカメラマン、トップのカメラマンだったっていう、もう大陸軍に追いつかないわけで、その人インタビューしたんですけども、そしたら、びっくりするもの見せてやろうって言われて、そのおじさんが、自分が軍人時代に撮って、でその頃はシークレットだったけど、今は払い下げない自分のものになってる、自分が第二次世界大戦の後の日本を撮った写真と見せてる、ね、全部カラー、全部カラー写真、これで君らだと多分自分の子供、僕は40年前、これは40年ぐらいの日本だけど、まだ白黒見るのが当たり前だろっていう、だけど軍のトップの機密だよ、カラーで撮ってるって決まってんじゃんいう、宇宙人がもしいてフィルムで撮るなら、僕はあの頃トップシークレット全部このカラー写真で撮ってたんだから、これは偽物だよっていう、すごい信憑性ある人、なぜ科学的に見ればありえないような UFO であるか、宇宙人である話が今になって出てきたかというと、先ほど私の話のテーマとして出た、もう宇宙人がいるいない決着がついているっていうことと関係がありまして、実は今年2012年7月、最後の UFO 極秘資料と言われていたイギリス空軍、イギリス政府が研究して、イギリスの政府が国で研究して、